隠しメッセージがめちゃくちゃあるみたいなんで、やっていきます。アーロン見てみるか。謎の名前ネタがめちゃくちゃあるんだよ、これ。アーロン、この名前でよろしいですか？いや、アーロンちょっと嫌だな。トレンドのおじさん構文みたいになってた、今。この前、テミー入れてなかったんで、テミー入れてみますね。テミー可愛いんだよな。なんて言うんだろう、テミー。ほい。ほい。なんだよ、それ。めちゃくちゃ可愛いな、テミー。ナプスタ忘れてるよって言われたので、ちょっとナプスタ君入れてみますか。ナプスタ。止める力はない。気弱いからね、ナプスタ君ね。言い返せないんでね、やっぱね。呼び方を変えるとセリフが変わるキャラがいる。例えばアルフィー。うんうん。これ多分ブルッチって言われてたよね。ナプスタブルークがブルッチって言われてたから、多分アルフィーもアルフチでしょ。ダメだよって言ってたけどね、前は。変わんの？アルフチ。うん。いいよ。なんでだよ。呼び方でそんな態度変わる？次は、これマフェットね。サイトにもいないマフェットは涙を出してるって言ってるから。なんかお金関係のこと言いそうだよね。この名前でよろしいですか？なんでないマフェット。なんで？どういうことトビーこれ。たまになんかトビーこういうことしてくるよね。さあじゃあいよいよ、メタトン。たくさんのね、コメント本当にありがとうございました。メタトンは？ねえ、メタトン。すいませんでした、本当に。メタトンなんて言うんだろうな。なんか、キザなこと言いそうだよね。確定。お、君、宣伝してくれるのかい？その、気概。YouTuber になれお前は、メタトン。あ、そう、メタトン EX もあったよな。メタトン EX やってみるか。え、何なの？メタトン EX。この名前でよろしいですか？やっぱちょいちょい抜けてるな、トビーな。デルタルーンしかいないキャラクターの名前入れたら変化ないかっていう。これちょっとやってみたいよね。じゃあちょっとやってみるわ。クリスはどうなる？あ、ないな。この名前でよろしいですか？じゃあスージーは？スージー。あー、ないね。さすがにないね。ないね。これないね。じゃあ、ウザイヌ。それこれも面白かった、このコメント。ウザイヌってな、絶対あるでしょ、これ。あ、ないか。バカパンなんていうの？名前のネタ切れ？うるせえ、バカパン。相変わらずなんかひねくれてんな、バカパン。もう大体やったよね。ブルッチは？ブルッチ変わる？ブルッチ。止める力はない。一緒だった。はい、それではね、じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あ、違う、ちょ待って。シャイレーンやってない。シャイレーン。ん？シャイレーン可愛いよな。シャイレーンびっくりさせちゃった。あとなんかいる？あ、僕あの、おっさん好きなんだよな。あのおじいちゃん。ガーソン。うわははそりゃいい。もうそのまま来たな。はい、それではご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録して他の動画も見ていってください。それでは、また。